ブリーストル軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のバックス軍のタウンシップである。2010年の国勢調査での人口は54,582万 4, 人であり、バックス軍では人口で第2位、ペンシルベニア州でも第13位の自治体だった。同名のブリストレボロと共にバックス軍下流部の文化の中心であり、アフリカやラテン系の文化遺産を祝している。 フィラデルフィア市に近く、また、ペンシルベニア州とニュージャージー州の宗教に接している。タウンシップの中には、フェアレスヒルズ、レビットタウンの地区が入っている。ブリストルタウンシップに入植がある前、地域にはデラウェア族インディアンが住んでいた。1692年にバッキンガムタウンシップとして設立され、1702年にブリストルタウンシップと改名された。 タウンシップ内のバスにある泉が、しばらく裕福なフィラデルフィア市民の間で人気だったが、ニューヨーク州のサラトガスプリングズの泉に人気を奪われる形になった。1831年にデラウェアンガが建設され、ブリストルと60マイル北にあるイーストンとが結ばれた。ブリストルは1950年代までほとんど農業の街のままだった。1952年、ウィリアム・レビットが、 その計画都市、レビットタウンの建設を始めた。その一部が、ブリストルタウンシップの中に入っていた。フィニアス・ペンバートン帝は1971年に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。軍用権記念碑は、ブリストルタウンシップ行政ビルの前にあり、2006年に除幕された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 領域全面積は17.2平方マイルであり、この内陸地16.1平方マイル、水域1.1平方マイルであり、水域率は6.33%である。ブリストルタウンシップは、アメリカ国道13号線とペンシルベニア州道413号線、ペンシルベニアターンパイク、週間高速道路95号線の交差するところに、ある。 これら道路のいくつかはデラウェア側に沿ったレナペ族のインディアン道だったと言われている。このことはブリストルタウンシップを交通の要衝にした。2010年国勢調査時点での人種別人口構成はヒヒスパニック白人77.3%、黒人10.2%、インディアン0.2%、アジア系2.8%、根結2.8%、 ヒスパニック系7.4%となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブリストルタウンシップの児童生徒はブリストルタウンシップ教育学区の学校に通う。著名な公立高校はハリー・エストルーマン高校である。ナショナルパークサービス。ナショナルレジスターインフォメーションシステム。ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ。ナショナルパークサービス。 2020年10月12日、閲覧。ウォードックメモリアル、ブリストルタウンシップ、p a ァ a t センサスオブポピュレーション,アンドハウジング。U.S. センサスビューロー。2011年7月19日、閲覧。センサス2010、ペンシルベニア、ユージトデー、コム、リトリーブドン2013年7月21日、アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 2008年1月31日、閲覧、ありがとうございます。